はい、では解説を始めていきたいと思います。大問1ですね。去年からね、セーナーはこの記述と記号がちゃんぽんミックスのハイブリッドになってきましたね。で、去年もその流れで、おそらく今年もその流れでしょう。はい、じゃあまずこの記述をサクサクやっちゃいましょうか。A から E 埋めなさいということね。784年、 A 点の平城京から B 京に遷都したと。パッと見て平城京から遷都したんだからね。で、平安京だったら泣くよ、うぐいす平安京ですよね。ということはこれ平安京の前やけん、これ長岡京になるわな、ね、気温ですよ、長岡京ね。ということは A が、平城京から遷都した天皇やからね、これ桓武天皇でしょ。この辺は分かるところから潰せばいいですね。で、こう来て征夷大将軍、桓武天皇征夷大将軍任命された C やから、これも坂の上の田村丸でしょう。当てる1月でしょ、はい。で、天皇、この流れでいうと、これ、桓武天皇ですね。徴兵制廃止し、武芸に優れた兵を募って、デート市と。軍事制度、桓武天皇いじりますからね。変えるでしょう。徴兵制という軍団をやめて、ね、そう、軍事の指定、少数制にすると。これが、検事、懇礼。これ、どれも基本ですね。で、E が、来た国司交代、もうこれで両下の官影打ちですね。これ絶対もう5つ取らんダメですよ。これで10点ね。一応黒本で言ったら、一応確認する参考書、これ国司黒本という参考書を使います。どこでね、どこから聞かれているか、全部14ページですね。桓武佐賀、桓武天皇のとこ、長岡京遷都、いいね。で、影牛聞かれたね。で、はい、軍団変わって懇礼で坂の田村丸、全部ここですね、ここですね、いいね。OK ね。ちなみにこの長岡京の場所ここですからね。この川、こっちが鴨川、こっち側桂川、この真ん中の、ね、中洲のところが平安京、長岡京このここ。そういうことね。はい、次行きましょう。設問、この設問がちょっとめん、あの記号問題がね、ちょっと去年から難化ですね。単純じゃなくなったね。単純なのもあるけどね、しょうがない、適用するしかないですね。あに関する、あは何、平城京下線部、はい、行きましょう。平城京遷都文武天皇、いやいや文武天皇の時まだ藤原京でしょ。平城京遷都は女帝ですよ。13ページ。平城京、元明女帝ですよ。ここで平城京。ダメね。平城京建設のため不本線。不本線は天武天皇でしょ。これだけ平城京とこの和道回転つなげたいね。造営の費用。和道回転。お金払うわけですよ。賃料っていうかね。アルバイト料ね、そういうこと。ここ和道回転、不本線ではないと。先ほど右京一の、ね、管理は一の司ですね。一の司ね、もうちょうどいいがちょっと細かいかな。これ4ちょうどいい分からんかったらもう3で勝負で、先ほど右京東西にそれぞれね、一の司さ置かれますからね。ちょうどいいはね、これ僕は平安京で書いてるんですけども、黒本ではね、ちょうどいい、これ8章、今でいうこのなんだ霞が関か、8章集まるとこね、官庁集まるとこ、天皇のところはこの代理ですからね。いや、これちょうどいいんじゃないね、これダメね。これ3,4、これ意外と難しいですよ、難しい。ただ位置がね、
まあ僕はね、これね、一の司さね、一ね、東西とは書いてないんですよね。ね、これ都でしょ。この左京右京それぞれに一が置かれる。だけまあ、あれやったらここに東西って入れとってもいいかもしれませんけど。ね、そういうことですよ。答え3番。まあこの辺がやっぱちょっとせえないね、やっぱね。簡単じゃないですよ。やっぱ副大九さんとはちょっと違うね。副題も難しいやったら難しいですけどね。はい、次行こう。いだから長岡京で、この造営の主導した人物やから、これも長岡京といえば、ね、これで言ったら藤原種次でしょ。これイージーね。14ページ、ね、長岡京といえば種次で、これ暗殺、そのまあ下手人ということで佐原親王が疑われて、ね、無実の罪でこのね淡路に流されて、これで怨霊になると。でここでもう大仏はもう効果なかったからね、この詩人相応のこのシェルター平安京を作ったという流れですよ。そういうこと、まあ、これ佐原親王ね関わるね。友の塩は万代納言ですよ、大手門の辺、まあ、桃川はまあちょっと藤原の桃川ね、うん、ちょっとマイナーですけど、そういうことね。次う802年に指導を築いて鎮守府移した。これ、まあ、鎮守府移したがポイントですね。ここね。だから、九州は太宰府でしょ。東北は鎮守府ね。役所は。で、こう移してあるからね。いい確認だけど、基礎のね。鎮守府を置いた、多賀城鎮守府を置いたのは、これ奈良時代ですからね。これ意外と盲点なんですよね。13ページ、ねであるからして、ね、この聖武天皇なんですよ、何気に。いいですか。でこの鎮守府をこの田石で伊沢に移したのが次のこの桓武天皇、14ページね、移した。でさらに北、これ志波城には移してませんよ、鎮守府は。鎮守府は伊沢城止まり。ね、田石。そういうことね、ここ、地図書いてますけど。ああ。だから、ね、こう移したんやけ、これ伊沢城でしょ、2番、ね。田賀城から伊沢に移して、まあ、さらに北に志波城と。鎮守府はここ止まり。まあ、宗家なら徳丹城いるね。志波城、この後ね、洪水にやられちゃうんですよ。これに代わって徳丹城を作ると、うん、まあまあそこ目指すなら徳丹いるけどね、総計目指すなら、はい、これに関する記述、絵は造用に河川部、はい、行きましょう。都での労役、違いますよ。造用は地方ですからね、ダメ。成人男女、いやこれ女はそうだけだから、はい、ダメね。労役は物品の納入で代替できた。ああ、なんか、物で、まあ、つまり金で解決できるのかと。4番、改革によって期間半減。これがまた最後の、ここは難しいよね、さっきのと一緒で。これ簡単じゃないと思いますよ。ね、これ、金で解決できるのは、ね、まあ、物で解決、金で解決。ね、これがね、用なんですよ。都での労働の代わりに布を納める。遠い人はね。都の近くはこれ都で遠く働く。これは用なんですよ。で、これまだね、桓武天皇のこの、ね、行政改革ね、うん、愛ですから、ね、座右の銘は桓武天皇。これ30日半分にしたでしょ。ね。半田を6から12、はい、水庫の利息を5から3に下げたと。労働の期間を60から30にかけ下げたと。増用ね。ああ、ここですよ、期間半分。これ4番。これは間違う、こっちに3にしちゃった人。1、2は絶対消さないといけませんよ、ね。3、4で間違えた人は、まあそうね、ここはチェックかな、ここかな。このこと言ってますからね。14ページ。そういうこと。次を、反田修樹。誤っとんの。戸籍に基づいて6歳の男女だから、ね、そば女性女にも課せられる。裏を返したらそれ以外女は、ね、それ以外免除ですからね。
農民は反旧された区分連以外の工作は認められんかった。うん、3番、コンデーネス大法。いきなり奈良時代コンデーネ。河川部は反田収受でしょ。4番、反田が、これさっきのパターンですよ。さっき贈与だったよね。6から12、ここのこと言ってます。これ合ってるね。いきなり奈良時代。まあ、やっぱ今これ平安時代入ってるけ、まあ過去のことね。まあ、これが出たけん、死認められた、ね。身分で制限あるけどね、死認められた。税取るためにね。まあね。やけまあ、ちゃんとやっとけば1消して、4も消さないといけないね。ここね。これ、やけ最後、強いね。なかった。で区分連以外耕し、一つでも耕したらこれにアウトになるでしょう。これ強いですね。やっぱ迷った場合否定はね。これ答え2番ですね。じゃどんな田んぼがあったんかと。これまあ12ページのこの辺ですね。位高い人、ボーナスあるんですよ。遺伝、式伝。寺社は自伝、人伝。あるいは余った土地、上伝つってね。こういうパターン。で、高安の人は結局農民ですからね。こういうのをイメージできたら、2が×になる。まあそういうことね。いや、これもうちょっと2、3、いやらしいですよ。いやらしい。ね、しっかりここ満点取る。満点取る。で、まあなんとか、ね、20点満点でしょ。まあやっぱ16ぐらいでいきたいね。最低。最低よ。そういうこと。じゃあ次2番いきましょう。大門に。いきなり戦国大名、いきなり飛ぶね。鎌倉室町すっ飛ばしますね。室町来とんか。鎌倉すっ飛ばしたね。はい、行きましょう。だけまず全部埋めると。いきますよ。足利義教ね。はい、六代将軍義教くじ引き、よく聞かれるパターンね。1441はこれ、上級なら1221。1441はこれ、可決ですよ。暗殺された。はい、将軍、六代将軍義教暗殺された。もう基本だね。可決の乱。はい、一つ待った。次 B 行こうか。教徳の乱ね。堀越久保。まあこれ堀越って読むんですけど、僕は堀越って言います。で B ね。で、北条早雲来たね。ミスター下克上。で C に進行し、堀越久保を滅ぼされたか。置いとこう。で、行こうか。私党を禁止する、勝手に自分たちで解決するなと、ね、おのおのが好き勝手始めたけん戦国時代になったんですよ。で好き勝手するな、私党を禁ずる、これ何ですか。だけど勝手に争って自分たちで解決したら両方裁くぞと、しばくと、ね、これが喧嘩両成敗。まあ、この流れで言ったら法がないといけんかなと。法なかったらこれ多分減点、1点減点されるかなと思ったけど、模範解答見たら括弧でしたね。法あってもなくてもいいと、そういうことで、実力によって下の者が上の者をね、下の者がね、身分とかこのね、家柄関係なく力は全ての時代になった。これ有名な下克上ね。これまあ、よく高校入試でも聞かれますよ。ここの字気をつけるね。喧嘩両成敗法は、黒本で言ったら、38ページか。戦国大名用語ですからね。喧嘩両成敗法。で、下克上は、これも一気にとも出てきますからね。32ページ。この山城の国記出てきますからね、この言葉ね。下克上。そういうことね。はい。で、可決の乱、まあ、可決の乱は義教が、六代将軍義教が殺されてまうと。赤松光助に。ね、まあ、基本ですよ。で、この B だね。堀越久保来た瞬間に、やっぱパッとこの、正友がイメージ的にはダメですね、やっぱ。うん。基礎が不足してますよ。いいですか。堀越久保とは正友。ね。
まあ、つまりやけ、この影響の乱なんですよ、すべては、ね。でもっと言うと、義則が将軍権力強化を図った、先制政治するわけですよ。ね、まあ、ちゅうか、舐められて幕府の将軍の力が弱まった、やけもうね、舐めたやつをしばき始めたわけですよ。うん、そういうこと。これに失敗したけん、もっともっと、ね、弱体化して戦国時代になっていくという流れですからね。やけ、影響の乱で鎌倉公方を、まあ、ぶっ殺したわけですよ、簡単に言うと。ただこの後をめぐって、ね、鎌倉公方分裂しちゃうんですね、ここでね。これ足利重氏の古賀公方、茨城で、この正友堀越公方。まあ、これを機に将軍義政は、ね、支配力を強化しようと思って弟を派遣したけどね、もう関東の人たちが、ね、そんな認められねえって言って入れなかったんですよ。これ中心鎌倉ですから、鎌倉入れず伊豆、細かいね。で、この重氏は逃げた、ね、茨城に分裂ですよ。でこの関東関連も分裂、それはまあ戦国時代になるばっちゅう話ですけどね。だから、はい、ここは、ね、堀越公方やけ、ね、正友と行きたいところだけど、この後滅ぼされますから ね。だからこれちょっと飛んで、ね、結局北条早雲に滅ぼされるんですよ。関東の王になりますから。このちゃちゃまるでしょ、ね、これが滅ぼされる、うん、だからここに入るのは滅ぼされたちゃちゃまる。これチェックチェックチェック、マルセイね、マルセイ西南出たと。まあこう書かせます、僕はね、教え子にはこう書かせますけど、出たところチェックですよ、マルセイと。だからここはね、これで気をつける、必ずフルネームですからね。ちゃちゃまるじゃ多分一点引かれますよ。え、姓は何、名字、足利ですからね。足利ちゃちゃまると、そういうことですよ。でこの北条早雲が進行したやけど、さっきちょろっと書いたけど、ね、やけこの親父の正友は入れなかったんですよ、鎌倉に。これなんですね、こうマルセイ書いて、ここもマルセイ、ここ細かいよ、細かい。答え伊豆ですやけ。いやー、この詩はすごい難しいと思う。鎌倉入れず手前の伊豆で堀越公方になったと、ね、そういうこと。これはちょっと出てこないで、多分一応クローンチェック取ってください。一応書いとる、ここに書いとる、32ページはい、これで一応記述全部終わった。記号いきましょうか。ほら、この XY 丸抜ね、もうセンター真似してこれ始めたんですよ。やっぱちょっとまあ難しくなったね、難化しますね。しゃあないやけ。 X 義則は先制政治を発して合議政治を行った。逆ですよ、義則はこう先制政治ですよ。32ページね、将軍権力強化を図った、これ先制政治。これピンとこんかった人、間違った人はここに書いとこう。先制、万人恐怖と言われますから。あの魔王寺の信長よりもね、この足利義教ですから、ね。まあ、ところがやけ、ね、油断して赤松光助にやられてしまうと、ね、万人恐怖によって再びね、幕府権力、この強化を図ったけど失敗したんですよ、ね、守護の統制失敗して戦国時代ですから、先制政治にしたんです。罰、義教は対立する鎌倉公方持ち氏滅ぼした。これがやけ、足利持ち氏滅ぼした影響の乱。これによってこの後鎌倉公方が分裂したと。分裂した、ね、重氏の古賀公方と正友の堀越公方に分裂ということね。これは OK ね、これが影響の乱ですから。やけ、×丸か、×丸、答え3番。次、い、誤っとんの、いは何、八代将軍義政の後継をめぐる争い、ね、はい、人よ虚しい、年いりますよ、応仁の乱、まあ、応仁文明と、まあ、一般的には応仁の乱ですけどね、
まあ一応戦乱以上ならね、まあ福田以上かな、文明も入れときたいね。戦乱が終わらず言語変えたんですよ。でも全然ダメ、終わらない。文明になっても戦乱続くと。で、誤ったのなんかと。応仁の乱でしょ。日野富子を着な、あ、これいきなり違いますよ。日野富子やけど、まあ義政の息子に、息子とその弟の、まあ、ね、後継者争いですよ、応仁の乱。ね。ね、やけど、息子は義久でしょ。日野富子。で弟義満、ここでしょ。これは基本的事項ですね。日野富子の義久で、義久が一応九代将軍になると。ここはもう、はい、一番やけ慶氏と決まっとったけど子供ができちゃったってことですね。守護は、うん、東西両軍ね、うん、細川と山名、ね、細川東軍、山名西軍と。これね、将軍がね、まあ、一般的にはやけ、細川が吉見と、義久が山名持ちと、うん、と言われとるけどですね。今逆なんですね。これ土地で入れ替わるんですよ。僕次これ、最終的に勝つもとはこっち、吉見が、これ山名なんですよ、最終的には。入れ替わるんですね、これだけ、吉見とこの吉久が。最初はこうなんですよ。ここはね、あんま気にせんでいい。だけその入れ替わるけ、聞く方もね、聞きにくいんですよ。いいですか。だけもう、東軍が、確定したのは、東軍が細川勝元、西軍が山名持ちとると。これは確定してますから、これだけ教えておいてください。僕、いつもこう言います。将軍後継、将軍、ね、義久とこの吉見の絡みはあまり気にしなくていいですよ。ただ義久と日野富子はいりますよ、セットで、ね、中古と。はい、では大門に行こうか。あ、大門2の途中続きね。ウに関する、ちょっと裏表印刷しちゃったよ、本当に。こっち見ながら行こう。めくらなくていい。だけうは何かっていうと、家督争い、家宣部。はい、行きましょう。X、うん、単独相続になったと。どうですかね、これ。鎌倉時代は分割やったでしょ。こっから単独になったと。ね、したらもう、ゼロサムでしょ。ね、もらえるかもらえないか、これで争い激しくなると、うん、ね、分割から単独になると、そういうことね、罰じゃないね。で、武家の府県の専権であり家臣の意見を入れる余地、これ普通に考えてやっぱ、まあ、やっぱなかなか無視できんでしょう、うん、無視できん、ね、で分割から単独は OK、ね、このリーダー総領を巡る争いね、まあ、家督よりもね、まあ、総領、総領イコール家督ですからね。総領は鎌倉に出てきますけどね。そこから家督っていうのが一般的になるんです ね、ね、家の長ですよ。ここは一般的なこうイメージね。無視できんでしょ、やっぱ。あ、はい。答えは、丸×2番。これ、いやらしいよね、これもね。うん、しょうがない。いいですか。まず分割から単独になったうちの確認ね、うん。まあ、無視はできないと。一般的なイメージ。はい、次、A。この乱の影響。A は。応仁の乱か。応仁の乱河川部。はい、応仁の乱誤ったの。久米が戦場となったため、京都を逃れたため、うん、朝廷の機能低下。罰権はどんどん低下して。うん、京都がもう焼け野原ですからね、それは朝廷の機能も低下しますよ。うん、地方に避難した公家の中から大名になった者もいた。これ、まあまあ置いときましょう、2番は。3番、三好の城下町山口。もうここでアウトですね。山口はそう、大内ですから。うん、2番、うんと思うけど、もう3明らか違いますからね。山口はどこか、城下町ですね。38ページだね。ここですね。いいね。小京都ですから。
あと北条、小田原、朝倉、一条だ、ね、この辺ね、余裕あったら上杉の春日山、あ4番のこの島津読んだ学者、これが同じく38番でこの慶安元寿ですよ、大学将軍ね、有能な人をヘッドハントする、都からね、で慶安元寿としても都をってももうね住むとこねえですから、食うもんもない、それは行きますよ薩摩に、そんな感じ。いい、はい、じゃあ次おですか、おは何、教徳の乱か、教徳の乱、さっきやったのは影響の乱、これ教徳の乱、教教ね、これもクローンで説明しますよ、だから影響の乱は、ね、将軍が鎌倉公方を縛いたんですね、でこの時ね、この関東管領が将軍側ついた、本来なら関東管領は鎌倉公方でしょ、この対立をうまいこと慶喜が利用したんですよ、だけど、まあ、構図的に言うと関東管領がこの鎌倉公方を討った、これ影響の乱、ああでこの京徳逆パターンです、恨み持ってますからね俺ね、こう鎌倉公方は、で今度は関東管領を討つと、影響と逆です、影響は関東管領が鎌倉公方を討った、京徳は鎌倉公方が関東管領を討った、上杉憲忠もね、まあ、西南以上なら抑えたいね、やっぱね、こうやって上杉憲忠ね、これも足利学校を作ってますから有名、余裕があったらここまで抑えたいですよ、ということで何正しいの、京徳の乱は鎌倉公方、これこれこれ鎌倉公方を関東管領に討った、はい、そういうこと、ね、逆パターンもないのか、まあこれ元関東管領派の起こし、これ上杉前主のなんですよ、これね、これ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 上杉前主、じゃあテーマ確認します、管領が将軍を廃させた、あこれがね細かいんですよね、これがねここのね明王の政変ってやつ、まあ、明王の変と、これ細かいね、宗家なら言いますけどね、どんどんもうこのね守護の有力守護のね気分でこの将軍がどんどんか、ね、首変えられていくわけですよ、それはまあ戦国時代ですよやっぱ、ああねちゅうこと、まあ、それくらい押さえておきましょうか、うん、あここで戻るんだね、堀越公方の初代はやけさっき茶々丸書いたよね、茶々丸かおじゃ丸かわからんけど茶々丸書いたね、茶々丸ね、茶々丸、この父ちゃんはやけ正友でしょ、2番、ね、そういうこと、これ堀越、でこれ重氏が古賀久保、いいね、確認しようか、鎌倉久保分裂、影響の乱で分裂、うん、ここですよ、重氏が古賀久保で正友が堀越久保で、まあ、これ4は映画、元氏何、これが足利が元でしょ、元になった、つまり初代鎌倉久保、ここだね、初代鎌倉久保31ページ OK、 だけどまあ2人とももうこの子孫、まあ正と間違うね、重氏は子孫ですね、はい、そういうこと、はい、北条、これはもう北条、あさっき見たような城下町で、さっき城下町、大内で山内聞いてきたね、今度ごっつぁん北条で小田原で終わり、はい、次守護出身戦国大名のね、まあ、カテゴリーですよ、うん、これ黒本どっかっていうと38ページです、
守護出身、武田今川島津、これ覚えないけんですよ。だけ武田今川島津は守護出身やけ、武田今川は守護出身、これ守護代だから違うね。違う。で、毛利もこれもね、よく聞かれるんですよ。毛利は、ね、ここね、黒人なんですよ。地元の豪族。豪族。ね。でこれ消したら、残る。長尾景虎。後のこれ上杉謙信ですよ。上杉謙信、ね、上杉家、まあ、上杉は関東管理やけど、長尾家はもともと守護代なんですよ。守護の代わりをしよった。ところが、非常にこう戦争うまくて強くてね、カリスマあって、越後のこの国主になったと、まあ、そういうことですよ。消したら残る、ね、守護出身の武田今川島津と黒人の毛利はこう絶対覚えないといけない。そしたら、ね、残るでしょ。そういうこと。はい。次、毛。毛は。楽一令などの経済政策に加算部。はい。誤っているのは、まあ、楽一だけだったら、まあ、やっぱ信長イメージでしょう。ね。で信長イメージ。はいはい。大名自ら楽一設置。うん、これ、際とやっぱ楽一楽座やけ、自由ですよ。自由。関所廃止。だいたいセットね。楽一楽座と関所廃止。いろんなこの規制を取っ払っていったんですよ。キーワードはやっぱ自由、この自由、自由にさせる。ということは今まで規制、規制、規制だったわけね。39ページね。信長のところで楽一楽座、ついでにこうセットで関所廃止書いてるよね。うん、特権維持って自由じゃないじゃないですか。これ逆やん。自由、特権維持、どっちなんだと。そういうことでしょ。楽一楽座は不利にしていくわけですから、特権を廃止していく。4番ね。なんじゃない。はい、子は何か。100年。もうこれ、ね、100年見た瞬間、これやっぱ加賀の一向一揆、これ出てこないとダメですよ。基本的知識、100年。山城は8年。加賀の一向一揆は100年。32ページね。山城の国行きは、ね。8年。加賀の一向一揆は100年。うん、で、まあ、鎮圧さんの誰か、ね、まあ、もう書いてます。チェック入れとく。信長ですよ。信長。マルセイだね。マルセイ。どういうこと？朝倉義景がね、まあ、浅井と組んで姉川の戦い。姉川よく出るんですよね。で僕ね、姉が入れてないんですよ、黒本。信長のところ。VS、浅井朝倉。あ、これ、姉が戦い。まあ、入れとった方がいいかもしれんね。まあまあまあ、直じゃないからいいですけど、特進生はもう書いてるよね、姉がはね。OK。大友宗麟は、ね、これ、キリシタン大名ですからね。天正遣欧使節ね。まあ、義重ね、これ本名ですから。宗麟は豪ですからね。で、あと何、武田勝頼は、あの鉄砲の餌食になった、ね、長篠の戦い、武田信玄ジュニア、39ページ。はい、OK。じゃあ次、大門さん、行きましょうか。で、また、記述だね、うん、記述。まあ、どこも必ず記述があるのか。今までね、記述のとことね、記号のとこで分かれてましたけどね、うん、どこも大門三つで記述があるということか。はい、いきますよ。はい、何、有田焼き、有田焼きだね。朝鮮出兵ね、李三兵っつってね、投稿、まあ連れて帰ったというか、僕はね、やっぱ日本に進んできた方じゃないかと。まあ、ひょっとしたら最初は嫌々かもやったかもしれないね、連行やったかもしれんけど、ね、来てみたらすごい居心地がいいんですよ。神様扱いされますから、投稿とか。朝鮮やったらね、投稿とか、ね、全然、ね、このね、その、社会的地位低いんですよ。でも日本は神様ですからね。あ、これね、ちょっと絵置いとこう。絵置いとこう。神社建築、日光東照宮来てますから、もうこれは権現作りでしょ。権現って誰ですか？日光東照宮に祀られているのは、そう、神君徳川家康ですよ。権現。
あ、これで2点2点4点だね。この桂離宮でしょ、ね、権現に対して好きや、おい、これで4点ごっつぁん。古本で言ったら49ページね、はい、江戸初期の官営文化、権現作りと数寄屋作り、これね、はい、で行こうか。あ、これも色絵で終わるね。色絵カラーのやつですね。色絵っていうのはカラーの焼き物。これ野々村仁清、色絵、はい、あ、こっちじゃないな。野々村仁清は元禄の方やな。51ページですね、ここね。はいはい、色絵。僕ね、野々村誠は色男と覚えると言ってます。野々村誠は色男。でいいか。定成功。時代物。まあね、人形浄瑠璃ないけど、ちょっと定成功から持っていくのか。いいほかヒントない。分からんかったらね、問題見ながら、この記号問題見て、そこからバックする方法もありますけども。うん。うん、A 見たら、ね、A からいこうか。町人文化でしょ。で、これ、伊原西学って書いてくれてるんですよ。大晦日は一律千金、まあ、むっちゃ儲かって儲かってたまらんと。うん、作品なんか。だけ伊原西学で町人ものやから、付きが悪いな。公職行った男は公職ものやろ、公職ついておけんねや。で、この曽根崎心中はこれ近松ですからね、近松門左衛門。で、武家切り物語、ね、伊原西学は僕は武道伝来記をまず優先させる。武がつけ武家ものですよ。まあ、なんとなく親戚っぽい感じやね。うん、やこれもやけ近、あの、伊原作品、浮世草子なんだけど、ね、やけ町人ものやからね、やっぱそうなったら世間無駄なようでしょ。町人、伊原やけど、これ公職もので消える。ね、なんか、ちょっとよくわからんけど、武があるけ武家ものっぽいよね。うん、やけこれが仮に伊原在学でも武家ものやけ、これも消える。で、世間無駄なや、曽根崎心中はこれ近松門左衛門、ね、の世話物やけ消える。はい、3番と。ちゅうことは、E は、まあね、こんな流れで言ったらやけど、もし間違えた人は、定性項チェック入れて、これ国戦や合戦、まあ、国書やと思いますけど、国戦や合戦なんですよ。近松の有名な時代物。ね、ちゅうことは、やけ E に入るのは、近松門左衛門。そういうこと。で、この A なんですけどね、ここでもう一回来るんですよ。境田柿右衛門ね、有田焼。境田柿右衛門ね、この超有名。いや、カラーやけん色絵なんだけど、有田焼はもうね、もう別格ですから。赤絵と呼ばれる。赤絵、あ、やけ赤やけん、これ色で言ったらその赤絵分かれば赤になるわけね。これはいいんですよ。ここまた同じことなんですよね。 A ね、一度焼いた白磁に顔料で絵柄を描き再び焼き上げると。 A という技法、これ赤絵じゃねえのかと。これ赤絵でこっちで赤で同じこと、これ問題どうなんちゅう思ったですよ。で、答え見たら A ね、これ上絵付けと書けと。上絵付け、うん、でもですよ、ね、この上絵付けをする、つまり二度焼きなんですよ。二度焼き、二度焼きして上絵付けする、このやり方を赤絵って言うんですよ。
これ赤い×できんと思いますけどね、字数制限もしてないからね、まあ、3字で書けと言われたら上絵付けしかないけどね。これ赤い書いて、これ問題があるんですよ、問題あると思う、うん、これ赤い×できんと思いますよ、僕は。答え上絵付けしか書いてなかった、これクレーム来ると思うな。セナね、あんま問題良くないんですよ、うん、まあそういうこと。上絵付けね、49一応書いてますけどね、ここにね、上絵付けですね。まあこれ毛がなくてもいいのか、まあ中古とあんま気にせんでください。だけどここはね、栄田家系も牡蠣は赤くなりますからね、ね、熟したら、それか酒を飲んだら赤くなる、どっちでもいいんですけど、ね、そういうこと。有田焼きですよ。で、野々村仁清、野々村誠は色男で色絵と、でも赤絵も色絵の一種ですから、そういうことですよ。あ、問題よくない。はい、次、あ、戻って、あだね、桃山文化か、うん、これがまた難しいですよ、これ難しい、アファすっごい難しいと思う。これもね、桃山文化とね、この江戸初期のこの官営文化のね、このカテゴリーの仕方がね、あやふやなんですよね、僕的に言わせてもらうと。それ僕も姫路城、これ官営文化で書いてますよ、49、ね、でもこれ教科書的に言うとね、まあ桃山文化なんですよ、うん、そんなこと言ったら二条城もね、これ家康の時ですからね、関ヶ原後の、これも桃山文化とねえのか、ちょっとだいたい時期同じですからね、1、2年、まあ、甘いね、どうなんやろうかな、桃山文化、ね、秀吉の時は桃山文化でいいけど、こう家康になったらね、うん、桃山文化に入れてるんですよ教科書はね、うん、どうなんかなって。これ秀吉後の、ね、家康の時ですからね、もう関ヶ原後なんですよ、これも一緒で、西本願寺飛雲閣、これ聚楽大隊、これ秀吉なんですよ、うん、やけ桃山文時期的に言ったらやけ、うん、まあどうなんかな、まあ、教科書に従うべき、まあ、答え4番なんですけど、でこれどれも桃山文化なんですよ教科書的に言うと、ね、でもこれは秀吉の時やけど、これも家康なんですよ。あんまりね、このカテゴリーがね、僕はどうなんかって思いますけども、で答え清水寺本堂、これ難しいですよ、これ気にせんでください、間違っても1個ぐらい間違えてもね、90点取れますから十分。はい、そんな感じで、まあ姫路城のこの、ね、池田輝政はちょっと頭置いときたいね、作ったの池田輝政、後池田は最終的に岡山になりますけどね、うん、白鷺城、まあ、国宝ですからね、世界遺産。はい、次いいか、あといい、いわゆる秀吉で、はい、天皇行幸、ね、まあ、つまり遊び来たわけですよ。あ、秀吉の時遊び来たって御用勢天皇ですよ。でこの御用勢天皇、徳川家康を征夷大将軍に任命したのも御用勢天皇ですからね、まあまあ五大御とか論外ね。でこの御用勢天皇の次が御水の天皇、ここで紫衛事件ですよ、これが起こると。朝廷、天皇よりも幕府、将軍のが上なんやぞと。ちょっとちらっと見ておきましょうか。やけ、40ページ、いいね。聚楽大秀吉の次、家康になっても御用勢天皇と、ね、でその次がこの御水の天皇、御水の天皇、徳川とね親戚になりますけども、ね、恥かかされてもう次娘に譲ってまうということね。43ページね。はい、次で歌舞伎か、これは基本だね、これ基本。まず最初がやけ出雲のお国ですよ、女歌舞伎やったんですね。ところがまあ風俗乱れてしまうと、うん、ね、いつの時代もまあ男は女が好きなんですよやっぱ、ね、うん、まあ女も男は好きですけどね
で、これ禁止した風俗みたいな。したら次ジャニーズし始めたんですよ、若衆。ジャニーズも、まあ、当時あの要するに何ていうか毛包は OK ですからね、文化ですから一つの。またこうよろしくないようになった。そこでおっさんにしたわけですよ。おっさん、女、ジャニーズ、おっさん、123、答え1番。これは大事ですよ、この流れはね。黒本で言ったら、50ページね、ここね、歌舞伎まとめてます。日本のね、文化ですよ。東京五輪のね、開会式か、海老蔵出てましたけどね、そういうこと。女歌舞伎、若衆歌舞伎、野郎歌舞伎。で、これが元禄のスーパースターですね。まあ、荒事和事大事ね。OK ね。吉沢は男ですからね。歌舞伎も基本男ですから、ね。江戸時代の文化、流れ受けて。女禁止。ね、いかがわしくなるから。ちゅうことです。よし。はい。では第4問ですね。ラスト、近代。いきましょう。まず最初に、はい、空欄穴埋めね、5本いきますよ。1884の更新政変、まあ、僕は更新事変派ですけどね。日清関係ね、まあ、日朝関係で日清関係にもなるんだけどね。でこの更新の後、清との間に英条約結んだ、これ大ヒントね。でもこれで、黒本で言ったら69ページ。ね、はい、まあ、ちなみにその前に、はい、この人語事変があるね、朝鮮問題、ね、でその後更新事変だけ、まあ、人語更新と、でここでまあね、ちょっと一触即発になるけども、ちょっとまだ戦争は避けたい、お互い日本も清も、そこで一応条約で解決すると、これが、伊藤博文と李鴻章の間で、はい、これが天津条約ですよ。天津条約、ここね、天津天栗条約、うん、で、はい、この後でも最終的に、日清戦争、皇后の海戦争でお互い出兵して、もうこれ引くに引けんくなって日清戦争ですよ。でこれ日本勝ちました、ね、下関条約ですよ。で、はい、台湾ゲットしますね、台湾ね。で台湾総督府で初代台湾総督になったのが薩摩の樺山祐則、まあ、この辺は一問一答ですね。69ページ、樺山祐則、ここですね、はい、OK、これ2回出てくるよね、樺山祐則、これ2回目ですよ。1回目がその初期議会のとこ、あ、ここ万有演説ですよ、ね、予算を通さない議会に、ね、民党に対して、ね、ガタガタ抜かすなと、ね、国会議事堂逮捕ぶち込んだろぞチェストって脅迫した。それでもビビってませんよ、民党、予算通さない、仕方なく解散ですよ。で、干渉したにもかかわらずですよ、民党に勝てないと、民党強いんですよ本当ね、そういうこと、はい。で次日露戦争来たね。で、はいはいはい、これ反官反民ね、あで株式会社でしょ、あでもこういう書き方したら満鉄というね、略し方あるけどこう書いとるけ、もう南満州鉄道株式会社、略して満鉄と、いいですね。はい、まあ、南満州だけどね、後全満州に展開していきますからね。でですか、韓国併合ね、1910覚えやすい。で、新革命起こった、ね、この辛亥革命ですよ。で、ついに、はい、アジア初の共和国誕生、これが、ちょっと出てきにくいかな。今の台湾ですよ、だから。はい、中華民国。中華民国。一番最後、明治の一番最後は、いくやまいまい、おやかさかさやけ、第二次西園寺内閣。72ページね。孫文の辛亥革命からね、最終的に大正政変入っていくけども、
はい、ここですよ、中華民国。いい、毛沢東は中華人民共和国ですよ。この蒋介石中華民国、毛沢東中華人民共和国で、最終的に蒋介石敗れて台湾勝った毛沢東の中華人民共和国が、あの中国共産党が中華人民共和国を建国すると、で今に至るということですね、うん、はい。出てこの方はチェックして覚えてください。で次、社会主義国家、これ、まあ、ソビエトありますからね。ああ、ロシア革命を、中国で辛亥革命、ロシアでロシア革命、指導者は、まあ、この例には出てくるでしょう。74ページね、ここですよ。はい、一応埋まった、まあ、中華民国が出てくるか今回ですけども、本番ではやっぱり出したいね、これ、中華民国ね。ああ、でもまあ、まず満点ですよ。10点しっかり取って、でこの記号問題、行こう、あですね、あは更新、事変について、はい、X、新時改革派が政変を起こした、新日本に従って、ね、朝鮮も改革していこうと、ね、明治維新やっていこうと、しかし失敗、真の邪魔が入った、ね、あこの改革派のリーダーが誰かというと、朝鮮の福沢諭吉ですよ。69ページ先ね、これが金玉金。間違っても金玉金ってダメですからね。金玉金ですよ、ね、ところが金玉金朝鮮人に暗殺されるんですよ、最後で福沢諭吉ぶち切れて脱だろう、まあ、アホは切るということで、ね、そういう流れになります。だから、まあ、OK ね、 OK。 次は、この政変の後提携された蔡瑁保条約、まあ、ちょっとマニアックやけどね、これどうですか、庚申事変の後天津条約結んどるでしょ。ということはこの後にこれ蔡瑁保、なんかおかしくないですか。やけ、69ページね、神戸事変の後に蔡瑁保です。でこの後庚申事変で天津条約、こういう流れですよ。なんかこれおかしいよね、なんか問題として、うん、ね、やけね、セナンね、あの問題あんま良くないんですよ。良くない、もうダメだよ、ここがヒントになってるから ね、あんまりいい問題じゃない。はい、まあ、受験生としてはありがたい ね、ここで解けるわって感じで、うん、問題的には良くない。やけこれは X は×じゃないけん丸、ね、Y は、やけ×ですよ、丸×、答えは2番だね。そういうこと、神戸、蔡瑁保、庚申、天津と、で高校農民戦争で日清戦争入っていくという流れ。はい、いい、行きましょう。いい、河川部、日清戦争後ですか、講和条約、これ下関条約ですね、伊藤博文と李鴻章、はい、正しいもの。1番、賠償金一部、日清戦争賠償金ゲットですよ、ゲットだぜ。日露戦争は賠償金がもらえんかったけぶち切れて日比谷焼き打ちが起こるということですね。でこれ八幡製鉄所、ね、我が地元の八幡製鉄所ですよ、うん、これで、ね、この質のいい、ね、良質のこの鉄を、ね、国産化できるようになった、すごいことですよ。ここは自然な流れだけど、まあ、一応置いとこうか。はい、2位、こう、両党半島を譲渡されたが、はいはいはい、三国干渉で返還したと。ロシア、ドイツ、ブーですよ。イギリスじゃなくてフランス。これは基本だな。これは基本。三国干渉、69ページね、さっきの。ロシアがフランスとドイツと一緒に三国干渉で返還したけ、国内ではこの臥薪嘗胆スローガンですよ。ねえ、今に見とけロシアみたいな感じで、はい、朝鮮独立認められと、はいはい、うん、ああこれよく見らないといけないね。大韓民国は戦後でしょ、今の韓国でしょ、これは大韓、はい、韓国併合までの流れは71ページまとめてますからね、うん、はいはい、ここ見て、はい、大韓帝国ですよ。ああこれ細かいね、帝国であると。バツ4のね、この重慶、蘇州、広州、これ細かいですよ、これ細かい。だけどもね、4じゃなくて1で勝負してください、1で勝負。いい、ね、賠償金で次、対露戦でしょ、餓死に勝負たんやけ。やっぱり八幡製鉄所、創業が1901年、20世紀の頭ですからね、これ覚えたいね。八幡製鉄所は、黒本で言いましたら、78ページ、ここね、ドイツ、1901年。
この後04が日露戦争でしょ。日露戦争に向けてこの鉄の国産化に成功したんですよ、ね、自然っぽいねこっちね。あこれ1×じゃないんじゃないかと、はい、答え1番。うん、4番どこ違うか。4番細かいですよ。下関条約で、まあ、日本がね、中国の港を開かせるんですけども、サシスセソ、サシ重慶蘇州、広州、こっちの広州、これ違うんですよ。これ細かいね。いや、これ早慶並みですよ、これ3、4が間違えて分かる人は。一応教科書持ってきましたけどね。だけ広州ここなんですよ、南部ね。この広州ここ。だけこの長江沿岸なんですよ、この時開いたの。ね、そういうこと。ね、やけ広州でしょ、佐市でしょ、重慶でしょ、ね、で、蘇州、蘇州はちょっとこっちですけどね。あ蘇州こっか、ね、だいたいほらこの長江都でしょ、長江都じゃ押さえておけばいいんですよ、ね、いやいやいや、これ難しい。一応今、ね、黒本で確認した、そういうこと。1番よし。じゃああと うわ、台湾総督、台湾関係ね。台湾の統治やったのは、まあ一応ね、長官は樺山助則やけど、実務は誰がしたのかっつうと、これ後藤新平ですよ。これ後藤新平もよく出ますね。69ページね、樺山助則の下で後藤新平1回目、2回目どこで出るか、3回出ますからね。71ページ、はい、ここですよ。満鉄の初代総裁かつ関東大震災後の東京市長、まあ、東京都知事みたいなもんですよ、ね、だから台湾統治、満鉄、関東大震災、こ3回出てくる後藤新平。江藤新平と一文字違いでしょ。江藤新平、これ後藤新平ね。そういうこと。3番です。はい、次。河川部、列強による中国分割、そうだから日清戦争負けますかね。まさか日本に負けるとはと、まあ、一応アヘン戦争負けたけどね、近代化して、まあ、眠れる獅子と言われてましたけど、日本に負けましたから ね、これ眠れる猫でやったわけですよ。張り子の虎状態、完全に。はいはい、もう列強がうわーっと押し寄せますよ、中国に、清にね。ドイツ広州湾、イギリス九龍半島、フランス広州湾、ロシア山東半島。これ第一次世界大戦のとこちゃんと理解しておけば、73ページね、やけ日本は日英同盟理由にドイツと戦う。第一次世界大戦ってイギリス VS ドイツですから、我が国にイギリスと同盟結んでおるけ、当然味方の敵は敵でしょう。でドイツのこのね、中国権益、ここを攻めた山東省ですよ。ってことは山東省はロシアじゃなくてドイツ。これは、まあ、見つけやすいと思いますよ。ね、4番。OK。はい、もう少しね。おは、日露戦争後、正しいもの。はい。1番、講和条約において日本の韓国に対する指導監督権。うん、だから、ね。ここでもちらっと触れましたけど、朝鮮の独立認められたんですよ。日本が清に勝ったことで。ね、でそこにロシアちょっかいかけてきたけん、日露戦争起きました。それを追っ払いました。だけ日本の優先権、日本ファーストですよ、朝鮮はね、うん、2番、ローゼン、西ローゼンのやつか、これやけ日露戦争前なんですね。あ、間違い、細かい。福沢諭吉脱アロン、さっきあったでしょ、アホは切れちゃってですよね。だけね、かわいいこの、ね、弟子の金玉金殺されてもうた、朝鮮人に。八つ先で、これ、さらし首ですからね、もうぶち切れた、脱アロン。これも日露戦争前ですよ、前、時期違うね。臥薪嘗胆、これもだから臥薪嘗胆ね、字気をつけてね、これも日露戦争前じゃないですか。これで日露戦争入っていきますから、時期違う。答え1番なんですね。1番、これ、消去法かな、消去法。ローゼンちょっとこれ難しいね、これ難しいと思う。だけど、まあ、
3、4消して、まあ、1になって、まあ、やっぱ1絞りかな、今の段階ではね。うん、まあ、早計狙うならローゼンまでいりますけどね。うん、そういうこと、いいですか。よし、お、日露戦争後、あ、違う、待て、かか、失礼。関東都督府、関東都督府が結設された場所。だから、日露戦争後でしょ。日本、満州ゲットしますからね。関東都督府、これですよ。ね。はい、どこに置かれた？はいはいはい。旅順ですね。旅順。答え、旅順。はい、だから、関東都督府はもう旅順です。もうチェックね、間違えた人。わからなかった人。いい？答え、旅順で終わり。で、さっきの満鉄ね、南満州鉄道株式会社、満鉄の本社、これ大連なんですよ。大連。こっち行かれてもおかしくないですよ。長春も何気にね、絡むんですよ。長春以南の鉄道をゲットした。これが南満州です。最終的にだけ全満州、日本はね、手に入れますけども。最初は長春以南。ちなみにこの後満州国作って、その首都が、77ページね。ああ。これ、旅順大連、この先っぽ。両党半島の。法典ここですよ。ここで満州事変です。で、満州国の首都がこの長春、新疆になりますから。ね、どれも大事、どれも大事。ということで、じゃあ次、キー行きましょう。アメリカの動向。うん、アメリカね。はい。誤ってるのなんかと。うん。中国の蒙古解放宣言を発して、従来のモンロー主義ね、モンロー主義、これ大事ですよ。アメリカってもともとね、こう、どこからも、ね、介入させない代わり、アメリカも介入しないと。まあ、孤立主義ってやつ。モンロー主義。まあ、黒本ではね、モンロー宣言と書いてますけど、70ページですね。ここ、ここ。もともとだけ中国にも干渉、介入しないと言ってたけども、すっごい列強がおいしい思いしてるんですよ。これ見てついにアメリカも我慢できなくなって、蒙古解放だと、俺たちも入れてくれって言って、来るわけですよ。ね。そういうこと。で、はいはいはい。アメリカ、義和団事件、静観の立場、日露戦争後、ポーツマス講和条約、まあ、これは消したいね。ね、セオドア・ルーズベルト、ね、仲介しますから ね、これは消したいね。ウィルソン14か条ドイツ受け入れ第一、これ難しいっすよ。ウィルソン10、まあ、平和14か条ってやつね、受け入れて、これで休戦協定、うーってなって、あ、まあ一も消したいね。ここまで頑張りたい。これ義和団で静観、これがミソなんですけどね。だから日清戦争後、ね、列強が中国に介入するのを見てアメリカも入ってくる。そんなイメージね、そんなイメージ。で、日清戦争の後、次、義和団事件でしょ。日清戦争の後、義和団事件。ね。ここ見てくださいよ。ここほら、アメリカバリバリ介入ですよ。介入介入。ね、中国支持をゲットしようっつって。政策転換。180度変えてきた。ここチェックです、ここチェック。ね。だから、ちょっと4はもうわからん。でも2が違う。静観じゃなくてバリバリ介入している。これ細かいですよ、細かい。いやー、このね、記号がやっぱ難しいですね。これ論述っていうか、この記述はね、なんじゃない、基本的に。これ難しい、簡単じゃないね。いい、まあそういうことで、せいなんで、やっぱ9割以上取ろうと思ったら、やっぱ相当やらなきゃいけないですね。相当やらないか。まあ、そしたら英語がね、ちょっとね、ルーズになってくる可能性ありますからね。まあ、その辺うまいことバランス考えなきゃいけませんよ。いいですか。あくまで受験は英語ですからね。はい。区、これに関して区は何かっていうと、韓国併合。はい、韓国併合1910年、これ、切りがいけ、抑えましょう。誤ってるのなんか、1番、朝鮮総督府、初代総督府、伊藤博文、これも全部アウト、アウト、いきなりアウト。これは楽勝。ね、はい、韓国併合。70ページまとめてます ね、伊藤博文はこれ勘違いしやすいのがいいですか、ね、この東韓ですからね、東韓、
まあ、外務省みたいなもんですよ。外交の窓口、ね、でも総督府はこれ伊藤が暗殺されて韓国兵になりますから、お寺内正武、ね、朝鮮総督、初代台湾総督は樺山助成、朝鮮総督は寺内正武、もう最初が大事、あとは覚えなくていいですほとんど、いいですか、もういきなり違う、ね、行政立法、うん、日本政府の代理ですからね、朝鮮総督はね、土地事業ね、あ、まあ東洋拓殖会社、ここね、大事大事、台湾でも、ね、朝鮮でもこの土地調査ですよ、もうね、簡単に言うと荘園状態ですよ、なんか領家があって本家があって和屋なんですよ、近代的な土地制度、ね、これをね、日本がこの導入していくってことですよ、だけどまあ簡単に言うと遅れたんですね、やっぱ、あ、いいですか、近代的な土地制度にやっていくと、うん、はい、そういうこと、よし、これはもう取りやすいね、あと2つか、刑法、21か条の要求、はい、21か条の要求、これもね、よく出ますね、あんまりいいイメージないんだけどね、73ページ、ここですよ、第1次世界大戦、第2次大隈内閣第1次世界大戦で、ここで中国への影響力を、ね、強めようとしてやるわけですね、欧米列強も中国介入する余裕ありませんから、ドンパチやってますからね、ヨーロッパで。ね、ここでこれについてやから、はい、あ、うちもこの権益継承、これちょっと置いとこう、ドイツ権益の継承、はい、これ何かというと、第1号ですよ、ね、第一次世界大戦で三等賞、日本はゲットしますからね、ドイツを追っ払って、これを継承、で、旅順大連は、満鉄はこれ、日露戦争の権益でしょ、これ99大事ですよ、ね、まあ、永久に借りとく、取ったんじゃない、永遠に借りとくと、ジャイアンですけど。ね、3番日本人軍事、日本人顧問ね、これがこの第5条なんですよ、日本人の顧問を置くと、さすがにこれはもう反植民地みたいになりますからね、5号は中国はさすがに受け入れない、ただまあ裏を返せばこれ以外受諾しますから、ここチェックね、ここチェック73ページ、まあ、ちなみにこれねオープンにしなかったんですよ、欧米がね、こうやり方汚いぞっつって非常にこの、ね、欧米の印象も悪くしてしまう。ね、ちゅうこと。あんまやっぱり良くなかったね、21か条約は。後から言え、まあ、考えればね、見ればですけども。まあなかなか。そういうことですよ。製鉄会社のこの合同経営、これがやけ、関谷標本数。これこれ、ね、日本、中国、清の八幡製鉄所みたいな感じですよ。ね、ということで、ここはこの、撤回されたのは第5条の顧問、日本人顧問の問題と。よし、ラスト、並び替えか、第一次世界大戦、はい、うわー、これね、地中海覇権です、うん、青島占領、これ山東省、ね、まあ、山東出兵じゃなくてこのやけ、ドイツの山東省攻めたのこれですよ、でアメリカ参戦、うわ、これめっちゃ細かいですね、この並び替えね、めっちゃ細かい、まあ けね、やっぱり第一次世界大戦始まって日本は、ね、もう即この日英同盟口実にドイツ攻めた、まあ、直接ドイツ本土じゃなくてこの、ね、真 の, このドイツ権益を攻めた、これやっぱ頭を持っていきたいね、あ、2が頭くるけ、まあ、3,4 まで絞りたいかな、地中海覇権ね、これ一応書いとんですよ、地中海とここ、これでもアメリカどこで参戦したか、これ難しいですよ、これアメリカの参戦で決着つくんですよ、ということで一番最後なんですね、一番最後、あ、やけ答えは2が来て1でアメリカ最後3番、いやこれ難しいね、まあ、やけひょっとしてこの青島占領で、ね、ドイツの三等賞を、ね、これを攻めたというのがつながらない人がおるかもしれない、やけ、まあここに書いとってもいいかもしれないね。青島占領つって。地中海は書いてる。まあ、アメリカの参戦はまだいいでしょう。もう一回聞かれたら書きたいね。クルホン付け加えましょう、うんね。ということで答え3番。よし。まあ、ちょっとやっぱ記号が難しいですよ。うん、難しくなった。うん、ただまあ、うん、全体で言えば、ね、ああ10個落としても、ね、80点いきますからね。まあ、これを極力減らして、まあ、やっぱ8割後半ぐらい、まあ、9割はちょっと難しいかもしれない、8割、まあ、中盤から、ね、こう乗れば後半に行くぐらいの、
日本史の力つけたいですね、うん、まあ、あまりやりすぎても、ね、英語の時間が失われますので、まあ、その辺バランス取りながらですけども、いいですか。じゃあまあこれ使ってよかったら、ね、復習してください。終わります。